インドネシアのインドゥーフード、インドゥーミーミーゴレン、輸出仕様。揚げ麺に液体ウリ粉末ソース、チリソース、調味油、フライドオニオン、フォーク、雪豚がついています。麺は細めの角断面で、意外にしっとりとした舌触りです。でんぷん添加があるようで、弾力感もあります。量は少ないです。雪用の蓋がついており、装着は面倒ですが、短時間でお湯を排出することができました。ソースはインドネシア独特のケチャップマニスが主で、タレのようなこってりとした甘さと香ばしさがあり、存在感がある味です。ニンニクの匂いが結構強く、個性になっています。また唐辛子のピリピリした刺激が明確で、はっきりした味になっています。フライドオニオンはコリコリした歯ごたえがあり、香ばしさでもいいアクセントになっています。ナンバー6682マミーのミーゴレンよりも、麺もソースも一段格上だと感じました。